一応もうあの、回してる前提で今お話ししてたんですけども。あ、本当。はい。そうですか。いや、今朝がほんとありがとうございました。いや、こちらこそ。すがすがしい気持ちで、ええ。あの、最後の仕事を終えることができました。いやいやご、あの、相手が、相手をさせていただいて、ありがとうございます。ええ、まあ僕の終わりとかそういうのは、あの、見る人とかには関係ないし、一緒にあの、仕事に臨、ええ、む方にも実は関係ないことだから、<laughs> いやいや、そんなことはあんまりそれを意識ですね、させなはよくないなと思ってて。うん。まあ実際、そんなになんか,か、干渉に浸るような感じもなかったですし。まあ単純にそのね、うん、試合のレベルが高くて。そうね。ちょっと曲がいたんで、あの、どういうふうに話できるかなっていうところは、個人的にはちょっと気にはなりましたけど。うん,うん、うん、まあ、なんか、そこもそんなになんか、困ることも実はなかったですし。はいはい。まあうまくあの、実況に操っていただけたような感じが。 いやい、操ってはないけど、別に。<laughs> 僕が、だから、小田君で喋る隙間で実況していくイメージだからさ。まあ、しっかり、あの、話をさせてもらって、話聞いてもらって、で、また話を、こう、展開してもらって、作ってもらうっていう感じは、そうがあったんで、うん。はいはい。はい。まあ、僕が、だから、最後は、あの、下村さんともう一回っていうことを。はい。まあ、お願いをして。うん。で、組んでもらったんで。いや、ありがとうございます。ね。まあ、そういうふうになんか、こう。 言われて、そこに入る人の方が、ちょっとなんか、かん、考えちゃうんじゃないかなって思ってた。まあ、緊張はしましたよ。<laughs> で、最後になんか、話も振っていただき。いやいや、あれは暇そうでしょ。もう、ここで来んのかと思って。<laughs> あ,あ、来ないと思いました何にも準備しなかったから。ああ、本当いや、はい、でもやっぱ最後一言、まあ、尺あるから、終わりがね、1>, はい、1分とかしかない設定であれば、 それこそね、ラゾンの中継みたいに。あれだとまあ、あの話をする時間は一切ないけど、まあ、今のね、体制だと終わりの枠が結構割と自由じゃないですか。はい、そうですね。僕はいつも早くまとめてるんだけど、まあ今日意図的にちょっと長く話をして、 で、まあ、最後、一言だけもらおうかなって、ず、ギリギリ迷ったんですけど、まあ、でも、ま、別に、まあ、これは、これでいいかな。まあ、結構、その、戸田くんの解説を目当てに見てる人も結構いるはずで、その、シティファン、うん、リーズファンじゃない。 えー、まあ、プレミア全般のファンだけど、まあ、じゃあ、戸田くんだから聞いてみようか、見てみようかって人は多分いると思うので、うん、まあまあまあ、あの、戸田くんがその、最後ですなんていうふうに、あの SN、SNS で宣伝した、レスポンスがすごくて、すげえなーと思って見てたんだけど、ああ<ー>、いそうそう、まあそれ、それもあったんで、そうそう、まあ、一言、まあよ、まあや、言わ、聞かない方がいいのかなと思ったりはしたんですけど。まあ、でも改めてね、ワールドカップ終わって、はい。まあク、クラブレベルのものに戻ってきて、うん。 もちろんワールドカップにはワールドカップの、まあ、昨日もちょっとお話ししましたけど、なんかそのパッションの部分ですよね。はい,はい。出し、出し切るっていう、心身ともに出し切っちゃうっていう感じは、うん、あれはワールドカップじゃないとやっぱり出てこないものなんだなって思いましたから。うん、あ、はい、はい。それはそれですごくなんかこうドラマを感じて、うん、ロマを感じて、あの、胸打つ部分はあったんですけど、うん、クラブはクラブで、やっぱりこう、キッとした前提があって枠組みがあって、積み上げてきたものがあるなっていうものを、 すごく感じる試合でしたかね。そうだね。確かに。ね、ワールドカップでちょ,ちょっとこう、不完全練習に終わったような選手が、おそらくマンチェスターシティには多分何人かいたじゃないですか。まあ、ね、デブライネもそうだし、ギュンダーもそうだし、まあロドリーもそうですね、多分ね。あとベ,ンベルナルドとか。そうですね。ユーロよりは良かったですけど、うん。うん、それでもやっぱり所属クラブで見せてきたもので考えると、ベルナルドシーバーもそうだし、だまあイングランドも、 良い戦いだったと思いますけど、やっぱりフィル・フォーデンも、ちょっとね、クラブと代表だと見え方が違うっていう。確かに。あれぐらいのクラブになってくると、ね、代表でプレイした時に、なんかこう、なんだろうな、も、もっとできるよねって思ってしまうような部分が、多分あったな。まあ、個人的にはそうだったんですけど。場所が変わればね、やっぱり見え方も変わりますし、うん、役割も変わるし。うん、でもやっぱり所属チームで見たら、いいなっていう。 ちゃんとみんなのなんかの持ってる特徴が、足し算になっているな。うん、それを感じる試合ではありましたね。確かに。うん、なんかでもワールドカップってその、やっぱちょっと別物感を僕もなんか今回は改めて感じ、うん、でその、まあ、どっかでちょっとっこんな話したような気がするんだけど、あの、まあ、積み上げっていうのはね、はい。その積み上げというもののと捉え方というか、 え、それがすごく難しいのがナショナルチームなんだなっていうのを、いろんなチーム見るとなんとなくそう思うとこがあって。はい。で、でも、基本的には我々平素は積み上げの中で物事見てるじゃないですか。このチームどうやって積まれてるのかなとか。うんで。で、その中でどのぐらい成熟してるのかなっていうところを、おまあ見て、まあ感じて、勉強してみたいな感じだと思うんですけど。ワールドカップに関してはなんかこう、なんだろうな。 あの瞬間だけのその瞬間最大風速ってやっぱあるんだなっていうのが。そうですね。<laughs> いくつかあったでしょ日本代表もありましたからね。そうそうそう。代表、日本もそうだし。まあ、モロッコなんかもそうなんじゃないのかな。もう一回頭からゼロから同じ組み合わせでやって、じゃあ、準決勝まで行くかっていうと、まあ多分そうでもない。フランスとかは多分もう一回やったらもう一回準決勝行ってもおかしくない力はあったと思うんだけど、うんうん、まあチームによってはその雰囲気とか流れとか、 まあその時の、なんだろうな、チームを囲っているものとかによって、こう、風速が変わる。で、風速が変わっちゃうとすげえ結果出るんだなとかね、いろいろ面白かったっすね、見ててねうんうん、うん。まあ、継続性はね、あの、持っておうと思えば持てるとは思うんですけど、代表も。どうやってもその日常がないわけじゃないですか。はい、日常的な取り組みはないので。関東が一緒で、まあ、ある程度枠組みは揃えて、 その中に同じような選手たちでこう続けてきても、逆に言うとクラブチームほどの成熟度には達しないっていうところが多分あるなっていうのがあって。確かに。昨日だったらやっぱり一番序盤にハーランド抜け出して決定機になった場面を覚えてると思うんですけど。ああ、ありますね。はい。で、リーズが前が3枚3枚で、うん、真ん中は当然けど、明けのとこが少し浮いてて。はい。で、グリーでボール持った瞬間に、背後もディフェンスの背後にハーランド飛び出すっていう。 ポジがね、前提にあるんですけど、目的はゴールで、相手のプレスの、まあ、内容と方向と、その時の最終ラインの、やっぱり、設定されている位置を見た時に、もうシンプルに一番ゴールに近いところから取りに行くっていう。まあ、これは別に代表でも、クラブでも、一緒だとは思うんですけども。でも、そうは言っても、その本質の部分をしっかり外さずに、すごい高いレベルの戦術行動を、なおかつ、個人の特徴を損なわずに行うっていうのが、まあ、あそこにバッチリ、昨日の試合でいっぱい出てるんですけど、 確かにね。でもワールドカップだったら、例えばすごくこの、保持が前提になった時に、結局その保持が、しっかりゴールに向かう前提で行いきれなかったのは、スペイン代表だとすると。うんうんうん。要は、あの、昨日で言えば、構えているリーズユナイテッドの、そ中でずっとプレーをするっていう。はいはいはい。だここが単純に言うと、大きな違いだなと思いましたし。うん、そういう一番こう、本質の部分をしっかり外さずにう、ね、うん おそらくは、僕らにはわからないようなすごく細かなディテールがたくさん詰まっている、チーム戦術に基づいて、もしくはゲームプランに基づいてプレイをしてるっていうのが、うんうん、まあそういう昨日の試合には出ていて、確かワールドカップになった時に、そこまで全てこうきちっ,っと揃えて、うん、その、頭を使ってプレイするってことは簡単じゃないんだなっていうのが一つと、はい。そうなった時に、まあ、例えばモロッコもそうですし、日本もそうだし、 うん。まあ、クロアチアなんかも、まあがりなボールは真ん中で持ってましたけど、うん、論理もあるんだけど、逆に言うとそれを補ったり、それを凌駕するような、うん、まあ、パッションの部分と、まあ、それもせ使命感とかそういう、まあ、気持ちの部分と、うん、あとはハードワークなんでしょうね。で、カウンターがベースになるっていう。うんで。カウンターは絶対的に持っておいた方がいい、やっぱり考え方なので。確かに。 ここを忘れずにしっかりプレーをしたときに、あと4年に一度の大会でっていうところの本当にもう、その全てをここにかけるんだっていう。うん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 ト。トップオブトップが本当に全て出し切るっていう感じが、やっぱりワールドカップだなっていう。あのなんかエモーショナルな感じは、うん、逆に言うとクラブだとなかなか出ないと思うんですよね。そうですね。まあ出せる試合とか局面が、クラブの方が少ないでしょ、多分。 だから CL のね、決勝に行くチームとかであれば、その CL の決勝に行く、その道すがらっていうところでそういう空気が出てくるかもしれないと思うけど、うん。でも、やっぱ長いからね、シーズンが長すぎる。うん。短期決戦と、それから長期でやるものの差っていうのはやっぱあるなっていうのは、僕もなんか、うん。僕なりにそれはちょっと感じたかな。でもさっきスペインの話で言うと、あれは積み上げはあったわけじゃないですか、あのチーム。ありましたね。で、積み上げはあったけど、 積み上げたことで積み上げたもので、が、で、なんか目的になって終わっちゃってる感を僕はちょっと感じて。そうですね。なんかそれをこう、やっぱむず、だから難しいよね。だから僕らもその、なんか積み上げが欲しいとかって平気で監督、代表監督とか言うじゃないですか。<laughs> 誰が監督やっても。<laughs> はい、だけど、まあでも積み上げていくと最後、相手にもバレバレだもんな、みたいなのがちょっとあって。でも、本来は多分その積み上げていくものの中に、うん、 はいはい、バリエーションがあったり、対応力があるっていうのは比べレベルじゃないですか。はいはい。だからやっぱりその代表レベルで積み上げようと思っても、そこまでは逆に達しないってことだと思いますし。うん、あとはその本当短期の決戦の中で、その戦術的な対応力、バリエーションが一つの集団で持ってないときに、やっぱりそのじゃあ、オランダがほらアルゼンチンに追いついたときに、前にやっぱり大きなベオストとか入れてって、まあ、ある意味パワープレイなりふりかまず行うっていう。 はい。ああいうオプションをちゃんとチームとして持っていくっていうのが、うん。ああ、ドイツだったら一番前に置いたじゃないですか。ああ、フィルクルクはい。そう、直前に呼んだでしょっていうところ。はいはいはい。あいうともやっぱり持っておかないと短期の決戦とか大会の中で、大胆、大胆になんかこう、戦い方を変えられるようなチームには逆にならないんだろうし、でも逆に言うとクラブレベルだったら本来は積み上げていくものの中で、対応力とバリエーションは持てるはずだから。 ってことは、そう、クラブほどは代表では作りきれなかったってことにはなるんでしょうし。うんうん、そうねそう。一つの方法だけじゃ難しいっていうことはそういうことなのかなね、うん。だから活動が限られてるから代表はね。うん、だから、あの、積むにしても年間でだって最大でも十数試合しかないわけでしょはい。そうすると、クラブと決定的に違うのはその時に呼べる選手がどういう状態かっていうのはいつも違うわけじゃないですか。そうですね。 うん。で、それでも、なおかつ、じゃあ、なんか積んでくれよっていうのを、どう、我々は見ていけばいいのかっていう点で言うと、僕なんかもう逆に、うん、ちょっとよくわかんないっていうよい、うんど、どっちなんだろうねっていう感じで。うんうん、そう。だそこが、あの、今回はそこが一番発見だったかな、ワールドカップは。うん。だ答えねえなと思いながら。ほんと、その時にですね、その時に何がっていうところを見つけられるかどうかですか、うん、ね,えねえ、ねえ。 それが見つかったチームは強いんだ、ね、だ、それはあれだよね。あの、前回の大会の時も戸田君言ってたけど、そもそもフランスがじゃあすごい最初から良かったわけじゃないですよねって話で。はいはい、で、最適なものっていうのをやりながら見つけていく。で、まあ、そういった言はそのディシャンっていうのは、今回もそうだけど、その、まあ、ケイガンっていう言葉がいいのかな。まあ、その見極める目っていうか、その,その瞬間感じて、一番こう、ハマるものを見出す。 うん、感性とか、目みたいなものが多分優れていて、この交代何年で味がんのかなーっ,って考えながら見て、うんっ,ってでもあんまりうまくいってるように見えないなーっっあ、でも手入ったなーとかって、でしたのもあるじゃないですか。うんうん、なんかそういうところも含めて、そのチームの生き物感みたいなのが今回あったでしょだそれはすごく、僕の中では興味深かったかな。だから今朝方の試合みたいにやっぱりそのベースがあって個人がそれに乗って、 その上でなんか自然発生的なわっていうコンビネーションが生まれるっていうのは、これこそ本当にあの、日常の積み重ねがあるクラブだからこそなんだろうし、代表は多分そこまでやっぱり難しいんで、もうちょっと本当にシンプルな土台の上に個人をしっかり乗せて、あとは本当にも大体にその、戦い方を変えちゃうってことが必要なのかなと思いましたし、じゃないと、 まあ、あの短い間隔の中でね、うん、本当に4年に1回の大会だから。で、そこまでのやっぱり柔軟性とか体力って身につけづらいなっていうところがあるんで。そうですよ。そうですよ。まあ、それでもこだわっていくっていう類戦的みたいな考え方もありなんでしょうけど。うん。でもやっぱりそんな簡単じゃないよね。ボール保持で相手を一つ一つ外していくだけじゃゴールはなかなか近づかないなっていうところは。うん。プレスからでもチャンスは作れた方がいいし、うん、もちろんカウンターもあった方がいいし。 で、シンプルに背後っていうところで、ゴールに迫るっていう。実はモロッコ戦なんか見てもスペイン実はあるんですけど、単発ではあったんですけど。はいはい。ジャルバからアセンシン抜け出すとかあったんですけど。うんうんも。もっと当たり前にそういうことができると、バランス取れるんだろうなとかって思いながら。うん。こ、う、れ、ん、はクラブでも代表でも、その、なんか一つのスタイルを、まあ選んで、その上で監督の哲学を落とし込んで、チーム作るときに、うん、時にそういうことはあり得ることだし。 うん。こっちが見てたらもっと普通にシンプルに背後でいいんじゃないみたいな。でもそれやったときに、じゃあ、そのボール保持とゴールに向かうっていうバランスをどう取るか、判断をどのように共有させるかっていうのは、まあ言うほど簡単な保持じゃないとも思うんですけど。うん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 。でもそういう意味ではなんかその時に必要なことをパッと見つけて対応して、それに対応できる選手を揃えてたチームがやっぱり上に行ったなと思いましたから。 そういう意味じゃアルゼンチンなんかは、初戦ね、こけましたけど、やっぱりメッシュの周辺で動き回って背後とにかくアルバレスがいたり、まあ、あとはタフに戦えるけど、やっぱりインテリジェンスがあるマカ改サが入って、で、まあノシモさんも言ってましたけど、デパールがあれだけ後輩に動きながらカバーして、<laughs> あとはもう情熱っすからもうタメンディがいて、ロメロがいて、ああマルティネスがいて、うん、まあキーパーのマルティネスも、ディエスのマルティネスもいましたけど、 まあ、あれはアルゼンチンらしさでしっかり、あの、なんか相手に立ち向かう感じもあったしそ。そうね。そう。ああ、うん、うん。だ攻守分業みたいなところもあったんですけど。うん。まあ、準備期間が短い大会では、ああいったものが、うん。実は最適なもので、うんうん、あとは、本当に、団結とか、うん、まあ、例えば、アルゼンチンだったら、メッシが、メッシのためにという分もあったでしょうし、そトータルでうまくこう持っていったチームがあったんでしょうね。うん。そうね、まさに。 で、タフさが必要だなっていうのも感じました。うん、身体的なタフさも必要だなっていう。そうね。あそこを日本が本当にもう一つ上まで行くっていうのは、本当にいい、なんかこう、ものは見させてしまったんですけど。うん、持つっていう時にちょっとこう、不安定感が出た大会だったっていうところを、ボールをね。あ,あ、はい。補助するとね、まあ。そう、自分はなんかこう、ここは忘れちゃいけないなと思いましたし。 まあでも持たない中であの瞬間最大風速じゃないですけど、<laughs> 一気に相手に叩みかけていって点を取るとか、うんね、スペインが例えば、ね、ジルディアルバー入れてきた時にトミヤス入れて、それでしっかり相手の攻撃を受け止めて終わらせちゃうとか、そういうことができるようになったっていうのは個人の成長が一番来るんで。うん、まあ確かに。あとはその成長した個人を保持からの局面でどれぐらい、うん、日本だったら つなげていけるか、モロッコみたいにボール持っても実はフランスをかなり苦しめましたよっていうところまで持っていけるといいんでしょうね。うん、うん、まあそうだね。うん、まあでもなんか、あの、そのワールドカップでいうと興味深いのはクロアチアがね、あの、すごく興味深くて、で、あのチームって多分何でもできるじゃないですか。何でもできますね。まあ、あの、持って戦おうといえば持って戦える人もいるし、 で多分まあそういうものも多分作れるというか、あのベースを作れるだけの、あのみんな選手のなんだろう、インテリジェンスみたいなのものはあると思うんだけど、かといって日本みたいに持たせっぱなしにして、あの相手を仕留めに行くようなサッカーもできる。うん、でも、あのいろいろこう情報をちょこちょこ拾ってみると、あのダリッチって監督がすごい評価高いかっていうと、国内でも全然評価高くなくて、 ああそうなんですね。そうそう。だからセンターバックの使い方なんだよ、そこかよみたいなのが結構試合ごとに言われてたりとか、うん、あと交代がうまくないとか、結構そういうこういうのがクロアチアのメディアからは多いみたいなんですよね。いろいろチクトコチョコ情報を見てると。うん、たまたま予選で一試合中継やった時にちょこちょこ調べたりしたのもあって。はい、でもそれが、やっぱ本番でああいうふうにチームを運用するというか。で、まあ、クロアチアはクロアチアでまとまってたじゃないですか。 だからそういうところも含めて、やっぱチーム作りってすごい難しいんだなっていうのを実感する大会だった。うね。うん。大会だったなっ。だって普段は一緒に仕事してないわけですからね。ねえ。そうそうそう,そう。そう,うん。まあ、となんか定期的に集まる機会はあっても、うん。そのチームとしてなんか、掲げたものでトレーニングはしてるわけじゃないですし、うん。トレーニングしなかったらやっぱりチーム作るのは難しいです。どれだけレベルが高くても。かだから、うん ある程度本当にみんなが共有できそうなもので、まあ、チームを作って、その上でも、うん。あとは、その時に必要な、ね、策を打つとか、うん。そういう形になっちゃうと思いますよね。うん。うん。まあでも策もなんか、その、いろんなものをイメージできてたりとか、自分の中で引き出しがないと、打てないは打てないじゃないですか、多分。うん。打てないです、ねだまあ。だから、うん。まあまあ、そういう意味では、あの、し指導する側の、その、監督側の、 まあ、なんだろうな。まあまあ、引き出しか。うん。が多くあるかどうかっていうのが、まあ多分一番ポイントなんだろうなっていうのと。あとやっぱし、あれでしょう多分、チームの全体のその、人の表情とか、うん。その、メンタル的なものも含めて、うん。まあ多分上行ってる監督は多分選手をよく観察してたんじゃないかなっていうのは僕はなんとなく感じたかった。そうでしょうね。うん。それは間違いないでしょうね。うん。うん どんどんチームになっていく感じ。うんうんうん。大会を過ごしながらどんどんチームになっていく感じ。うんうん。そうですね。うん。わかる、それは。で、なんか、あれ大会序盤には見られなかったような、まあ、連携だったり、パフォーマンスが出てくるっていう。これはまさにアルゼンチンですけど。そうですね、そうですね。確かに。うん。ってことはやっぱり大会を戦いながら、その、こっちの方がいいだろうっていう要素をちゃんとチームに残していったり、加えていくってことがやっぱり必要なんでしょうね。うん うん、だから全くクラブとはそういう意味では違う別物なんだろうなと思いましたし。うん。そうね。例えば代表チームに、ね、ペップはグアリドラとかが入ってったら、<laughs> どんなチームになるんだろうって逆に興味がくて。え、例えばトラブスの今さ、ペップが、ブラジル代表がペップもリストアップしてるとかってやたら記事で出るじゃないですか。出ますねで。で、どうやらなんか、あの、詳しく調べてないから何とも言えないんですけど、ブラジルはあのー、外国の選監督 はい、要は、ブラジル人ではない監督に指揮を取ることも結構、なんだろうな、大きな選択の一つとして考えてるみたいな話は聞いて、うん、で、じゃああのブラジルみたいなタレントを集めたとして、今名前が出たペップとかがどう、扱うとしたらどう扱うんだろうっていう興味は結構あって。ありますね。 実現するか分かんないけど、どうなるんだろうね、ああいう、あの、ああいう監督が短期のチームで、ああいう選手たちを、こう扱ったときに、どういう化学反応が起こるのか、あるいは化学反応が起きないのか。うん、ちょっとそこがすごい、この向こう4年は、そこちょっと、もし本当にペップをやるんであればね。だって、プヘルの名前とかもなんかしようとすません。<laughs> うん。プヘルはやめた方がいいと思いますか大学で <laughs> やっぱりこう。<laughs> あれじゃ無理。時間をかけて、<laughs> ある程度時間をね、用、うん、して、多分、月作り上げるような、スタイルの監督ですから。うん、そうだね。だでも、代表でやった時に、うん、代表レベルでは突き抜けちゃうって可能性もなくはないまあ、でも、そう、短期だ、そうだ、短期だと分かんないですよね、確かにね。何年かのスパンでやってったら、こう、2年ぐらいでちょっと行き詰まっちゃう可能性ある一方で、例えば、再開の1年ぐらい前にポンと就任して、 うん、まあだって CL 取ってるから雰囲気作りが減ったわけじゃないんで。そう。<laughs> だからなんか自分から、ね。チェルシーに入ってあの瞬く間になんか秩序をもたらしたあの初期の子、うん、で、そのまま CL 取っちゃいましたってい。そうそうそう。要はその短期でもチーム作れたなっていうところがあるんで。うんうん。そそれは代表でできないことはないんじゃないただ、ご本人がそれで満足するかどうかですよね。トレーニングがなくてチームを作っていくってことに。 あのクラブレベルでずっと仕事してた監督さんが、やりがいを感じるかどうかなんですよね。うん、やっぱなんかその、クラブの監督と代表の監督は明確にその言われ方が例えばスペインとかでも違うわけで。はいはい。確かに。エントルナドル多分なんか、この選ぶ人みたいなもう一つ言葉があると思うんですけど。うんうん、選ぶだけっていうところ側面が強いはずだから、代表の方は。うん、でもそれでも、その時に最適解的に、これ、 っていうのを出して、もちろんクラブほどのなんか作り込みはできないけど、うんうん、それだけの選手がいればっていうことで、それグラリアリオラもできる可能性はありますね。確かにね。そ,<う>それはでもトゥエルもそうかもしれないですね。トゥ無理無理、ね、無理無理みたいに言っちゃったけど、まあでも確かに逆に短い期間で、 その時に自分が一番いいと思う選手を選べるというのも代表監督の特徴じゃないですか。そう,そう考えるとそうだよね。<で>確かに、<う>確かに。クラブほどは目指さなければ、その、監督自身がクラブほどのメカニズムを目指さなければ、見つけられると思うんですよ。うん、そしたら代表レベルでひょっとしたら、なんかすごい違いを出すかもしれませんね。うんうん、そうね。確かにね。可能性はあるな。でもそれだけ作ることに生きがいを感じている人だと、うん はいはい。うん。ものづくりに魅力を感じてる人だと代表監督って、うん、ちょっと捉え方が変わってくると思うんで。確かに。仕事の代表が。うん。そ,、ね、それはちょっと何とも言えないですけど。うん。でもベルギーなんか見てると、もう少しなんかその、うんう、うまい見つけ方はなかったかなって、今回のワールドカップ見てちょっと思いました。うん。なんか、あれの選手がなんかすごくこう、ま、迷いながらやってるように見えちゃうんだよね、僕なんかするとね。迷いながらっていうかなんかこう、 あん、なんまり普段探さない選手がすごい探してたりするシーンが多いじゃないですか。すね、なんで、なんでこういう現象が起こるのかなっていうのはちょっとこう、うんと思って見てましたけどね。まあどうしてもベルギー代表でプレイするとティーレマンスっていうのは、はいはい。まあつなぎ役なんですけどなんかやることは多すぎるし、スペースは広いんで。<laughs> 呆殺されて、やっぱりこう途中からいなくなっちゃうっていう。うん。うん。うん。すごくインテリジェンスのレベルも高いんですけど、なっていうところもあったりとか。まあね。まあシティだから本当デブライとか見てると、まあカウンター局面ではすごく良い場面は見せるんですけど、保持からやっぱりうまく相手のね、背後取ったり、そこから人差しみたいなプレーはなかなか出し切れないので、まあこれはしょうがないんですけどね。クラブがあまりにもこうレベルが高すぎるので、そう見えちゃうんですけど。 そのままの活躍を期待するとなると。うどうしてもなんかね。いや、もっと、なんか、見たいなと思う気持ちはありましたよね。だそういう比較をしちゃダメなんだなっていう勉強になった大会でもありますね。うん、僕なんか、その、伝えて側として、う,しうん。まあ、いいか悪いか別として。でも、うん、違うよね。違いますよね。違う。ね。違うってことを含みで、こんなはずじゃないのになとか、まあ、例えば代表の中継やるときに、じゃあベルギーを扱いましたってときに、 ちょっとワンチャンさせてるときは違いますねってのはあんまりそういうのは言わない方がいいんだなとかね。うん,うん。そういうのはちょっと、あの、見ながら、あの、こう、選ぶ言葉とか、あの、うん、一つのミスでも、ええー、例えば、まあ、僕なんか実況者だけども、実況者から見たときに、その一つのミスの質が、うん、同じ選手でも代表でプレイしてるときと、クラブでプレイしてるときで、明確に違うっていうことが、やっぱ改めて分かったので、はい。うんうん。だそこを、だから、あの、 考えながらというか、繊細に頭使ってやんないと実況もダメだなっていう感じですね。うん。そういう意味ではエンバップやっぱりすごいなって思ったのは一つと。ああ、すごいね。確かに。ゼロから本当に、ね、<laughs> 瞬間的に、<laughs> いや<ー>あの、作り上げてしまうっていう。うん。あとはスカローニですかね。スカローニあ、監督いや、監督、監督。おお<ー>。よくだから。いや、そうだな。うん。所詮ね、うん。うん。まあ、落として。うん。 あそこから人を変えつつ、その3バック使う柔軟性と、ね、ファイナルもディマリオ左に持っていくとかね。そうなんだよ。ね。うん、だいたいところが、まあもちろん周りにレジェンドがいっぱいいたとしても、コーチングスタッフにね。うん。監督経験がもともと、ほ、なかったんですかね。ほとんどないからなかったと思うんですけど。うんうん。薄かったね、多分ね。そうだと思う、多分。うん のちゃんとその時に必要なものを見つけられたっていうで。それで相手を困らせたり、自分たちの選手を躍動させられたっていう意味では、なんか見ていろいろこう考えさせられたことはありましたね。だからほら、あの、コッパアメリカをね、戸田くんとやったじゃないですか。うん、で、準決勝でブラジルとアルゼンチンがやって、あの時まあスカローニがもう監督をやっていたでしょで、その段階ではその人の、なんだろうな、いる、 素材、タレントのその使い回し方に関しては、その、今一つはっきりしなかった記憶があって、うん。あの、この監督はどういう監督なのかな、みたいなイメージも、僕なんかまあ、やっぱりあんまりパッとわかりにくかった気がするんですけど、今回やっぱそういう意味ではあれなのその、うん。いわゆる最適解と言われるものを、うん。見つけるのが上手かったみたいな感じなの。 だから、初戦のスタンメン見たときに、アルバレスとマクアリスターがいなくて、うん。ただやっぱり大事な大会の初戦は信頼が勝つんだろうなってところがありましたから。そうか。それでも、まあ、信頼と実績ですね。うん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 。まあ、それでも、あの、チャンスは実はアルゼンチンにたくさんあったし、そ,うね、それでもちょっとこう、初戦の緊張もあってうまくいかなくて負けたんですけど、うん、サウジアラビにね。うん、でそこで、まあ、人を変え、で、それで、メッシ、メッシに対するね相手の集まり方を分散させたり、うん。 メッシが3人目で関わって点が取れるようになったり。はい。初戦はみんなずっとメッシ探してたんですよね。はい。どこにいてもみんなメッシを探してメッシからしか音がなんか始まらないような感じにちょっと見えて。まあそれはなんか心理的なものが、あの、影響したかもしれませんけど、大事な初戦で負けられないから、やっぱりメッシを頼りたいってね、メッシを探したのかもしれないですけど、やっぱ引っかきまして背後に出るようなアルバレスが入ったり、意外にメッシを関係なく攻めるようになったんですよね、はい、アルゼンチン。確かに。なんですが入って、 わかりさが入って。で、一回メッシを経由するけど、また違うところからボールを戻って、メッシが左足打った時に手当たったのはメキシコ戦で。はいはい。で、オーストラリア戦も 3, 3人目でメッシが侵入して、メッシがゴラスを決めてるんですよ。うん,うんうんうん。だ意外にそのメッシに確かに相手の目は集まるんだけど、それをうまく使いながら他から攻められるようになったり。でも最後はメッシにちゃんと戻ってきたり。そのバランスがね、うん、すげえ良くなったんですよ、アルゼンチン。それは短期でそういうふうに持っていけるものなの で、まあ、ディマリアもいなくなったじゃないですか、怪我で。痛いことなった。そうすると逆に、ま、よりどころはメッシなはずなんですけど、うん、でもメッシをずっと探さなくなったっていうのが、うん、他からも深い位置に入れるようになったし、うんうん、でもメッシもその中で少し、こう、プレッシャーが取れながら、まあ、あの、ミキス君の左足の一振りで多分、彼らは生き返ったんですけど。はいはいはい。ちょっと鳥肌立ちましたけどね、あのシュートのに。うんうん,うん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 。 最後はやっぱりクオリティが必要になってくるって意味では、あのミドルが入るか入んないかだけで、うん、多分アルゼンチンの大会は、あの、大きく変わりましたから。はいはい。ウエンダーの股を抜け。それであれが転がして入れたやつそうそう転がしててああ、はいはいはい。あれはすごかったな。<ー>確かにね。そうだな。あれはすごかった。確かに。そこのバランスが良くなったんじゃないですかね。うん、はいはいはい。もう,もうんだ、でも、そうなんだよな。でも、探してた人が探さなくなるのがさ、こんな短期間にね。 うんうん、それがやっぱり、で、それは監督が、なんかこうヒントを与えたからなるのか。いやどうなんすかね。選手が、その、でも、うん、自発的にそうなったのかとか、もその辺は、ちょっと僕はもうなんか、よくわかんないなっていう感じで見てました、そうん、かラウタルの状態が良くないっていうよりは、うん、今のあの、ね、アルゼンチンとメッシに対しては、アルバレスの方が多分合ってる。 はい,はいはい。背後にも鋭く出ていく、プレスもめちゃくちゃ頑張る。そこはでも、あの、なんか人間的っていうか、もう、僕的にはなん説明、説明するとどういう、なんでこうなってるのかなっていう。目がつかないようなことが、やっぱ、ああいう大会は、まあ出てくるというか、うん。まあとは運ですもんね。そうね。うん。いや、でもなんか内部が興味深いななんか、うん。選手同士でなんか話があっ たのかもしれないじゃないですか。ちょっとそれはわからないけど。まあまあまあ、そこも含めてミステリアスだから面白いのかな。ほんとチームは生き物ですしね。いや、それがす,すごい感じた。どっちの大会であれだけなんか選手の見え方が変わったりとか。うん。チームがどん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 なんかを躍動していく感じが見られるっていうのはワールドカップの魅力かもしれないですね。いや、確かに確かに。うん。ねうん。そうですね。すみません。ちょっとあの、最初にね、ワールドカップの話をね、島田、はい、さんとしたことはなかったから。 あ、<laughs> なるほど。<れ>はい、はいそ、それですいません。ちょっと話になっちゃったんですけど。はいはい、全然いいですよ。はい。まあでもあの、という、最後に、はい。こうやって YouTube を撮らせていただいたのは、はい。まあ本当に僕にとっては、区切りの、はい。まあタイミングになるので、うん。まあ、なんか、最後にね、仕事をさせてもらいたい、一緒に中継をさせてもらいたいって、下田さんを自分がこう、名指しさせてもらってしまって。いえいえ、はい、ね、お願いさせてもらったんで、はい。 で、僕はここから、ね、解説業には区切りをつけて、うん。僕は、あの、ピッチレベルの方に降りていく形になりますから、<laughs> まあ、そこに向けて逆にちょっと下田さんに、うん。あ8年間ご一緒させてもらったんで、自分のことをどう見えていたのかってことと、はい。逆に僕のチャンネル大変恐縮なんですが、はい。下田さんに、ちょっと僕になんかいろうん。インタビューしてもらいたいなと思って。うん、あ、今そこれからにも。はい。<laughs> なるほど、はい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 。 僕は自分で一人で話すの難しいから。はい、ね。もし下田さんがこう一緒に、本当に多分数、<laughs> 数多くの試合と時間を過ごさせていただいて、うん。うん、で、その中で多分、なんか話してきたこともありますし、もしなんか、今からの自分に対して下田さんがちょっとこう、まあ一応これチャンネルがあって見てくれる人がいて、うん、気がついたら10万人超えてたんですよ、登録者数。いや、すごいですよ。うん。なんか、ね、細々を。 っっててきたたたチャンネルが気がついいらろんなな人が見てくれるようにまあ、現場に行って、このチャンネルをずっとこう、続けるかどうかはまだ決めてなかったりはするし、うん、まあ、クラブの人に言ったら勝った試合の後だけやろうかなとか、うん、<laughs> そんなことは言ってるんですけど、まあ、区切りがつくのは間違いないんで、今年もさんに出ていただいて、まあ、最初ワールドカップの話もしつつ、うん、今後に向けてなんか区切りなんで話を、逆に、 それは何戸田,戸田くんのその、このチャンネルも含めた、えっ、ー、と、解説活動、総括みたいな感じ、うん、そうですね。それもあるし。うん、いや、だから、なんか、んなんか興味があることをもし聞いてもらえたらありがたい,いやいや、だから、あの、戸田くんはほら、やっぱり、解説することを、